テーマ見事ゴールします。はい、上がっていくとき気持ちとかどうでした？とりあえずあのゴールして、はい、そのままウイニングランだったんですけど、はいはいはい、ウイニングランしたことないんで、はい、多分スピードが速かったんですよ。ウィニングランのスピードが速すぎ すぎて本当はちょっとねあの皆さんにご提供したりするんで、はい、ちょっとゆっくりめに行くんですけど、そうです、ね、何してね、はい、初のウィニングランですから、そうです、はい、ウィニングランちょっと速くないかっていうラインも結構来てます。あ、そうなんですね。はい、いろんな人から電話やライン、まあ、メールとかいただきましたし、はい、で磯部さんとかも電話くれて、はい、おめでとうってやったねって言ってくれたんですよ。はい、まあ、でもそれより先に、はい、まあ、師匠に報告しなきゃなと思って、はい、はい、佐藤選手の師匠、はい、出て一番最初に平本さんに電話して、はいはい、師匠やりました、はい、やりましたっていうかもう電話して、はい、もう一発目何て言われるかな、やったなって言われるかなとか、はい、うんうん、お、どうしたって言われてあれって思って、おやって思って、あれ、え、あ、優勝しましたって言ったら、はい、えとか言ってあ、若松みたいな、えって、マジで、マジっすか、師匠見てなかったっすかって言ったら、もう全然見てなかったっすわかりました、優勝しました、やっとって。その後、平本選手とはお会いしてるんですか？いや、会ってないっす、まだ。あ、そうですね、はい。その後の連絡とかは特には連絡は取ってますけど、うん、そうですね、まあ、美味しいものを食べさせてもらいたいですね、はい、うん、そうですよね、さら、はい、なる、ね、高みを目指していきたいと思いますけれども、そうですね、どうですか、はい、もうそれこそその、うん、磯部さんとこうこの前話して、はい、まあ本当に目標を持ってやった方がいいっていうふうに言われて、はい、まあ、自分が、まあ、磯部さんもこの蒲郡のダービー目指して頑張った結果、はい、まあ、SG 出れるようになってっていうのもお話していて、はい、まあ、自分が出れる SG って何か分かるかって言われて、はい、まあ、そうしたらクラシックと、まあ、ダービー目指していけるとこはそこだからって言われて、まあ、優勝を重ねるか勝率を稼ぐかで、はい、自分のこう行けるところを、まあ、行けるグレードを上げていくっていうふうに、はい、まあ、教えていただいたんで、はい、もう今年は勝率と優勝回数を、はい、まあ、できるだけ稼げるように頑張っていこうかなと思ってます、はいはい、優勝やっとできてもう本当にお待たせさせてしまったなという思いはあります。まあ、これから優勝回数を重ねるように頑張りますので、次はインから優勝したいと思いますので、ぜひ応援してください。今日はありがとうございました。